こんにちは、おはようございます、こんばんは、はとくまです。はい、ということで、今回なんですけれども、僕が普段使ってる、筋トレグッズ、いろいろあって、それをね、ちょっと紹介していこうかなっていうふうに思いまして、で、僕今まで朝ごはん、あとサプリ、あとは、この仮面、いろいろ紹介してきました。紹介系の、実写動画、YouTuber としてやってきましたが、これをやると、ネタがつきます。で、後で話すんですけど、今、指示にね、動画を投稿してるわけじゃないですか。実写をね。で、アイテム紹介しながらいきますけど、一つ目はですね、こちらですね、筋膜リリースするボール。これ何かって言ったら、ぐりぐりしながらやるんですけど、ネタがね、本当はいろいろやりたいんですよ。やっぱり実写で出すならさ、やっぱ YouTuber っぽいことをね、やればいいと思うんです、僕も。なんか、じゃがりこ作ってみるとかさ、牛と家の中で放し飼いにしてみるとか、牛のね、うんちを食べてみたとかさ、で次のアイテムはこちらですね。ということで、ちょっと真面目にね、紹介していきますよ。ということでね、前置きはさておいて。こちらですね、ファットグリップでございます。で、これ何かっていうと、カポって、ダンベルがあったらそこにカポってはめるんですよ。ダンベル、普通のダンベルと違って、こうやってね、握り込めないんですよ。太くて。だから、すごいね、ここにね、負荷が乗る。腕見せます？なんか細い腕だから見せたくないんだけど。こうやってね、カールした時に、すごい負荷がね、増します。とにかく負荷が増す。おすすめ。二つ目がですね、こちら、アブローラーですね。で、これは、サイヤマングレードさんが結構使っていることで有名だと思うんですけれども、アブローラーって、この車輪が1個タイプ、僕1個タイプなんですけど、2個タイプのやつがあるんですよ。で、そちらをね、初心者の方はおすすめします。1個だとね、バランスが非常に取りづらい。ということで、次がですね、結構有名な、だから皆さんね、ほとんどの人が使ってるであろう商品でございます。それがこちら、グローブパワーグリップ。握ってるオス系の種目で、使えます。で、それの進化版が、このビロビロね、してるやつなんですけど、これ何が違うかっていうと、手首を保護してくれる、強度が変わります。なんで、このグローブをね、使ってるかっていうと、豆が痛いから。で、その豆が痛いんですよ。よく豆は、我慢してやり続ければ、そのうち痛くなくなるみたいな、そのよくわかんない根性論言ってくる人がいるじゃないですか。だからそんなことをね、我慢するまでやってたら手がね、取れちゃう。これパワーグリップ、紹介してなかった。パワーグリップですね。これは背中とかで使ってます。これ何かっていうと、握力がやっぱり背中のトレーニングって先に死んじゃったり、この前腕とかね、この二頭、腕が先にへばっちゃって、背中まだ元気なのに引けないみたいな。逃げて引けないみたいな。ここで逃げれない。握力死んじゃってるから背中は元気だけど引けない、上げれないっていうのがよくあると思うんです。特にデッドリフトとかであると思うんですけど、これをつけてくれることによって、それが改善されます。ちょっとコアなね、アイテムを紹介します。それがこちら、ティームアイムボディ、ジンさんのウエストシェイパーでございます。これ前再販された時に、買ったんですけど、ウエストシェイパーね、ウエストを締めてくれるアイテム、コルセットみたいなもんです。で、このウエストシェイパー効果があるのかたまに聞かれるんですけど、わかりません。わかりません。で、なんでかって言ったら、裸面は減量してるじゃないですか。だからトレーニングとか食事とか、いろいろやってるんで、ウエストはね、そういうところからも減ってくんですよ。だから、これで一概にどれくらい減ったかわかんない。でも気持ちだから。ハードだから。はい、ということで、ラストはですね、多分これ俺はジムで使ってる人で見たことがない。アームブラスターでございます。皆さん知ってますか？アームブラスター。結構インスタとかで海外の選手使ってるんですけど、これどうやって使うかっていうと、こうやって首からぶら下げてもらって、こういう感じで、こういう感じでぶら下げてもらって、こういう感じで、で、ここに、ゴンと腕を置きます。そうすることによって、肘がね、ぶれないんですよ。常にプリチャーカールやってるようなもんなんですよ。で、それは、ケーブルでハンマーやってても、ダンベルでハンマーとか、なんでもいいんですけど、とにかく全てがプリチャーみたいに肘が固定されるんで、この、ファットグリップは、毎回毎回取り外さなきゃいけないんですよ。1個の種目でもみんな重量変わるじゃないですか。そのためにこうやって外しちゃつけ。結構めんどくさいんですよ。ということで、今回はね、ハトグマが紹介するおすすめ筋トレグッズ、筋トレアイテムでございました。筋トレ初心者のハトグマが使ってるってことは、同じ筋トレ初心者、そしてさらに筋トレ中級者、上級者の方にも、全然ね、おすすめできるアイテム、使えるアイテムだと思うんでね。いやー。しんどい。こんな感じでね、今回は終わるんですが、基本的に僕ね、今7時、8時って動画を上げていて、で、基本的には8時に動画が上がってるんですけど、8時はどういうものかって言ったら、画像で紹介してる筋トレの動画
あの筋肉紹介だったりとか大会の結果だったりとか何かの翻訳だったりとか、まあ、ニュースだったりとかそういうのを8時必ず筋肉絡みのことを紹介していて、プラスアルファ今日みたいなこういう、まあ、前で言えばサプリメント紹介したりとかこういう筋トレのアイテム紹介したりとかで、そういうのを、8時に上げます。で7時は基本的にはこれから先、10月になると僕がですね、あの大会、まあ、2、3週間前になるわけですよ。10月はね。ってなったら、まあ、そこからちょっと体をね、こう見せていったりとか、その大会直前の食事だったりっていうのを、まあ、せっかくなんで、こうやって YouTube やってるんで、動画に収めていって、まあ、それをアップロードできればなと思ってるんで、まあ、そういう動画を指示の枠に上げたりとか。で、あとは、あの、普通に、まあ、なんかね、今の状態でもできそうな、なんか企画っていうか面白そうなものがあれば、ちょっとそれをね、やろうかなと。なんで、まあ、7時は基本的には、まあ、そういうね、YouTuber っぽいことをやりますよ。YouTuber っぽいことをやるんで、もしね、そういう動画は別にいらないと、筋肉の話だけ見たいという人は、8時にね、来ていただければ必ずそういう動画があるんで、まあ、こういう動画も8時にはありますけど。で、もっとエンターテインメントっていうか、その筋肉はよくわかんないけど、そのハトコマの違う動画が見たいとか、ゲームやってる動画が見たいとか、そういう方は7時にね、来ていただければ、たまに上がります。毎日じゃないんでそこは、不定期なの、そこは申し訳ないんですけど、まあ、なんか告知してもいいんですけどね、まあインスタグラムやってるんで、あんまやってないんだけど、まあ、そこで告知していこうかなと思ってるんで、見ていただければというふうに思います。で、この実写動画はまあゲーム実況にしろ、何かしらそういう撮ってる時に毎回必ず俺コメントを返そうと思いまして、でそれはなんでかっつったらまあハートボタンを押してるんですけど、俺あんまコメントの編集そんなしないんですよ。たまにするんですけど、そういう質問とかなんかまあ僕に対してのなんか質問だったりなんかだったりっていうのをちょいちょいね取り上げていこうかなと。それは実写だろうが筋肉の話だろうがね、まあ動画の最後にね取り上げようかなと思うんで、動画の最後にね、ぜひその辺見ていただけたらというふうに思います。ということで、まあ、今回はコンテストの話ですね。ハトクマは、10月の NPCJ ジャパンオープン、10月19日ですかね、に出場する予定です。で、予定ではその後の12月7日に行われる NPCJ ワールドレジェンズクラシックにも出場する予定です。ビーフ佐々木には出ません。まあ、なんで出ないのかっつったら、まあ、単純にね、山沢さんから、ちょっとお声かけてもらえなかったので、まあ出なくてもいいのかなということで、はい、嘘ですけれども。まあ、ビーフ佐々木はね、去年出たんで、まあ今年はちょっと違う大会出ようかなということで、まあ10月のジャパンオープンに出ます。まあ、知り合いも同じ、大会同じカテゴリーで出場するんで、まあそれもあるんですけど。まあなんで、ぜひね、皆さん直前になったらまた動画だったりとか、インスタグラム告知しますし、番号もらったらね、それ、アップしますけれども、まあぜひお暇な方、お近くの方、出場される方いたらね、ぜひぜひ見に来てください。まあ、どんなね、暴言でも、応援でも、何でも嬉しいので、ハトクマはとにかくね、はい。ぜひね、そこでお会いできたらなというふうに思っております。まあ、そんぐらいから多分、この仮面は取っちゃうかもしれません。取らないかもしれませんが、はい。ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいというふうに思います。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでまた皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。バイチャ。